왔다! 3日ほど前から各地で帝国兵士によるゲリラ的な破壊活動が発生している。諜報機関イグニスからこの兵士たちの隠れ家がウラサイ地方のここビルザック峡谷にあると報告が来た。そこで諸君らの任務はここビルザックに乗り込み帝国のゲリラ兵たちを殲滅することになる。さらに情報によるとこのゲリラ兵たちは通常の人間を超えた能力を持っているとのことだ。十分注意したまえ。それから諸君らに新しい仲間を一人紹介する。シルキーホワイト、彼女はマイロス国立医科大学の教授をやっていたが、戦争が始まって以来戦地での医療活動に従事している医療のスペシャリスト。戦場で負傷した時は頼りになる。シルキーホワイトです。よろしくお願いします。ちょっと待ってもらえますか。ジョイさんなんか足でまといですね。私は自分の身は自分で守ります。あなた方の助けにはなっても足手まといにはなりません。はあ、言うね。ねえジョイさんよ、そういう言い方しちゃいけねえ。いいか、戦場であんたの命を握るのはあんたじゃねえ、この俺たちだ。それ忘れてるんじゃねえかい。結構です。それならあなたが負傷した時の命はこの私が握っていることも忘れない。面白い。そこまで言うなら今回の作戦で見せてもらおうか。あんたの腕前とやらを。ロイ、決まりだ。今回の作戦、俺たちも出撃させてもらうぜ。どうぞ。その代わり任務遂行中に怪我をしても一切面倒見ませんから。そのつもりで。このま、シルキーホワイトさん、何でしょうか。ちょいと質問があるんだけど、いいかしらね。あ、何の真似です。さっきの言葉、嘘じゃないようだね。当たり前です。私を試したんですか。一応ね、手加減しておいたから。そうでしょうね。でないとあなたが怪我をしてたでしょうから。あら、そのガリガリの胸であたいに勝てるとでも。怒るとシワが増えますわよ、おっぱさん。なんだって。まあまあ、ねえ落ち着きなよ。もうその辺でいいだろう、二人とも。
申し訳ございません。どうかね、ロイシー殿、引き受けてもらえるかね。わかりました。シルキーホワイト、よろしく頼む。はい。俺も仲間に入れてもらうぜ。おい、お前まだ入院してなきゃいけねえんじゃ。あんなもん、培養なんとやらですぐ治っちまったぜ。それにあんな神器くせえところでいつまでも寝てられるかよ。逃げ出すの大変だったかな。看護婦にモテちまってな。モテただ。あの病院、別名養老病院ってぐらいだから、年寄りばっかりでさぞ楽しかったでしょ。なるほどね。エリッコてめえ、戦えるのか。当たり前だ。おめえの正体が分かるのも時間の問題だぜ。いいだろう。医者から逃げてきたところで悪いが、ジョイのシルキーホワイトとジャンは知ってるな。か、ここも女やらガキばっかになってきやがった。失礼ですけど。だからガキじゃないってば。よし、作戦に入る。
Thank you.